皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。本日はですね、めっちゃゆっくりな曲を叩くときにこんな風にしたらこうノリよく聴かせられて、遅い曲でも遅いな聴いてられないぜっていう風に、ならないんじゃないかなっていうお話をさせていただきたいなと思います。まあ今日はちょっとあれこれ説明する前にまずねちょっと一回演奏を聴いていただこうかなと思うんですけど、2パターンめっちゃゆっくりな曲に合わせて、演奏してみます。すごくシンプルな8ビートを、すごくゆっくりな曲に合わせてみるのでどちらが良かったかっていうのをまずねちょっと一回聴いてみてもらってもいいですか。ちょっとやってみます。感じになったんですが、どっちが良かったですか？1回目と2回目は、大体同じようなね、シンプルな8ビートなんですが、全然雰囲気が違ったと思うんですね。で、もしかしたら2回目の方が、ゆっくりに聞こえなかったんじゃないかなと思うんですが、これどういう風に実際に演奏していたかというと、1回目の方は、すごくゆっくり、1、2、3、4っていうのを、カウントをゆっくりとってたんですね。1、2、3、4っていう感じで、なんかすごくね、こう大きく揺れてるようなイメージで、演奏してみたんですね。で、2回目の方は、もう少しこう自分の中のリズムを細かく、この 1&2&3&4&の、裏の方をね、できるだけちょっと意識をしながら演奏してみたのが2回目です。2回目、これどっちがいいかっていうのは、曲の雰囲気によると思うし、どういう表現をしたいかにもよるとは思うんですが、なんかね、1回目の方がすごくゆっくりな曲やなっていう印象があって、2回目の方は1回目よりまだ遅く聞こえなかったと思うんですね、きっとね。結構大事になってくるのが、この1、2、3、4のカウントが鳴ってるところを、なんかゆっくり引き伸ばすようにこう演奏すると、なんかね、やってる方も聞いてる方も、なんか遅くて、なんかやってられなくなってくるし、聞いてられなくなってくると思うんですが、なんかこう自分の中のノリを細かくしっかりと取って、なんか間を埋めてあげるようにすると、曲によってはね、表現によっては、なんか遅い曲も、しっかりとノリよく聴かせられるようになるのかなとは思いますかね。これなんでこういうことに気づいたかというと、ミスチルのエブリシングっていう曲があるんですね。これちょっと YouTube なんで曲流せないんですが、エブリシングってめっちゃゆっくりした曲なんですよ。世間知らずだったみたいな、なんかすごくこうゆっくりな曲なんですが、あの曲の8ビートをすごく注意深く聞いてみると、ツッツッタッツッツッツッタッツの8ビートのこの4つ目ですかね、こうツッツッタッツッ、ここにすごくねこの体重を乗せてるというか、なんかここに意識を持っていってるような8ビートだったんですね。8ビートで、ここに意識を持っていってるので、この曲は遅く聞こえないんだなっていうことが、気づいたというかね、そういうことを感じたということです。
で、まあ、あの曲実際に生徒さんが、演奏されたんですが、だいぶ変わりましたね、やっぱりね。この、リズムの感じ方を意識するだけでも、まあ、だいぶこう、曲のね、ノリが、音源に合わせてるだけでも、だいぶこう、曲のノリがね、変わったので、同じ8ビートでも、まあ、意識を変えてみると、聞かせ方がこう、大きく変わったりするので、ある程度ね、パターンができるようになったら、ちょっとね、そういうところも着目していってみると面白いんじゃないかと思います。はい、そんな感じで、まあ、ちょっとね、今日は手短におります。ありがとうございました。さよなら。